雑談してる時とやってる時の YouTube の再生回数マジ違うもん。元気は3秒ぐらいしか出てなくてもサムネを載せてるからね。俺の知らない切り抜きが2、3個あったら収益全部持ってかれてるから一回話さないとな。ああ無理だよ、これが限界だよ、バギ締められないよ。いらやーやっていきまーす。意外とうまそうでしょ。いてぇ、すごい筋肉痛、気持ちいいぜ。筋肉痛を感じるって幸せ。普段使わないどころじゃないよ、本当にマジで全身使うからね。背筋かな、背筋、背中が全部痛い。あと女の人が多かったね。なんか月額プランみたいなのがあってさ、多分美容できてんだろうね。あれトランポリンっていくらぐらいでできるの？あ、そんな高くないかな。1時間半で3000円ぐらいだった気がする。次のレジャーは何するんですか？決めてないよね。いや、ゴルフ行きたい、ゴルフ。いろんな人にゴルフ興味あるかって聞いてんだけど、みんな興味なさそうなんだけど。なんだよ。インドアスカイダイビング。あるよね、なんかね。部屋の中でできるスカイダイビング。下から風がビャーって吹くやつでしょ。空中ブランコとかになるとあれじゃない？特殊技能にならない。根性だけどうにかなる領域じゃないでしょ。俺だってシルクドソレイユ見に行ったからさ、空中ブランコを間近で見てきたけど、あれは特殊技能だよ。普通の人できない。不審者野球大会見たいとか言って。どんだけ人集めないといけねえんだよ。22人集めるっつったら、多分半分はその日もうリスケしてほしいとか言い出すしな。映える外配信ってなんだろうね。ドラム缶風呂自作？おもろいわ。ドラム缶風呂自作してみたいね。どういうところに作れるのかもイメージがつかないレベルなのがおもろくない？想像がつかない。それはちょっと進めてみてもいいかも。佐々さんの視聴者の年齢ってどんな分布なの？俺と一緒だよ。一番多いのが俺の年齢。やっぱり配信ってみんなそうなんじゃない？25以降、28だから。外配信に来てくれるやつは若いやつが多い。活力のある、パワーに溢れたやつが来るね。JK も俺びっくりしたよ。そこら辺の年齢も見てんだなと思って。だるまジャスあたりはもう、JK 祭りじゃない？あーでもどうなんだろうな、ジャスはバオだからな。まあでも若いと思う。相当若いと思う。俺はコンテンツがすげえコロコロ変わるから、こうやって雑談してる時は女の子いいよ。でも言うて64とかだけど。ゲームとかが挟まると73とかになる。女の人たちからしたらロール意味不明だろうな。雑談してる時とロールやってる時の YouTube の再生回数マジ違うもん。サムネにロール要素がちょっとでもあると再生回数落ちるしな。ちょっとなんか、なんか、緑色のさ、サモリフ感がちょっとでも出ると再生回数落ちんのよ。だからといってずっと雑談をしてるで しようとも思えないんだよな。そこがまあ俺の弱いとこでもある。雑談とかでさ、なんかボーンって跳ねたらさ、多分雑談一生してた方が強いんだよ。YouTube とか Twitch って。本当にしたいことばっかりしちゃうから、ゲームしたいってなったら、なんかずっと1ヶ月ぐらいゲームしちゃうしな。全くして、なんか本当にコアゲーマーにしか受けないようなさ、アサリゲーとかやっちゃうからさ、俺。剣士とか。剣士。俺も剣士は大好きだよ。ケンキがカルビで金稼いでるぞってケンキくんが言ってるよね。ウケるよな。他の奴らがさ、なんかひがみっぽくさ、ケンキはさ、カルビでさ、金稼いでるだけやんって言ってるじゃねえ。ケンキが言ってるから。俺はカルビで稼いでる。ケンキは3秒ぐらいしかカルビ出てなくてもサムネにカルビを載せてるからね。マジ？すげえな。古速、とすら思わないね。すごいね。そうだよね。えなこ使えないのかな。まあでも事務所があるからな。なんだっけ PPE だっけ。ケンキ君開き直ってるからいいよね。でもマジそれおもろいな。カルビが3秒ぐらいしか映んなくてもサムネにカルビ使うぞ。めっちゃおもろいね。でも動画会議とかで出たんだろうね。ほんとカルビは強いから、ちょっとでも出てたら、とか、なんか、内容的にも薄くてもカルビを動画に映してサムネに使おうって。ケンキ君言ってたよ。動画会議毎日してるって。
偉いよね。だってケンキ君の YouTube チャンネルってすげえ頻度で上がってるからね。ラストの時とか1日 2,3 本上がってたぞ。俺動画編集と今2ヶ月ぐらい話してるぞ俺何して生きてんだあいつ。マジで本当に自由にやってもらってる。成り立ってるね。編集に文句がないしね。長えから。なんか研ぎ澄まされて、感性が一致した。YouTube の動画コメント見るよ。見る見る。切り抜き？いや、切り抜きもなんか、俺の知らない切り抜きが2、3個あったら収益全部持ってかれてるから一回話さないとな。そこら辺も適当だから俺。まあでも、それでなんか、高頻度で切り抜き上げてくれなったら別にいいかなと思うけど、ある程度規制しとかないと、連絡を取れる手段を持っとかないと、暴れる可能性があるから。いや、どん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 さ、やっぱりそのメタ的なところに吸い寄せられていくから、YouTube って。システムっていうかさ、あれシステムとの戦いだから YouTube って。なんかちょっと尖ったようなサムネにしてさ、動画の事実とは違う尖ったようなのが伸びるって思うと、そういうのしか上げなくなるんだよね、マジで。ね、そういう方向に行った時に、そのなんか正せるようにしとかないと、大暴走する可能性があるんで。VTuber の人とかそれで規制かけるんだよね。別にエッチなこと言ってないのに、サムネでエッチな方向に持ってくとかさ。ベニママの吸引力めっちゃそういう方向性。ベニママがそういう方向性だからそれいいんじゃない？じゃなくて、そういう方向性じゃない女の子が、エッチなことを言ってるっていうサムネ。普段、なんかエッチなことを言わないような VTuber がエッチなことを言ってるっていう風なサムネにすると、バカ飲みするんじゃないの？ウルパンとかがめっちゃセンシティブなことを言ってるみたいなサムネにすると伸びそうじゃん。でも事実は違うわけよ。っていうことが多発したんじゃない？さあさん、今日はウルハさんの 3D 配信が21時からあるぞ。V スポって最近 3D 配信してるんでしょ？他の人は 3D 配信したの？花ブサ？花ブサ 3D で出る？うわ、すげえな。ぬるぬるじゃん。え、すごくない？え、ちょっと待って、3D なんて動くと可愛いね。ここ今のさ、笑った時のさ、この口を押さえるしょ、これ。可愛くない？これ。すごいね、3D ってマジで。可愛い、これ。めちゃくちゃ可愛い。うん、確かに可愛い。公序良俗に反しない限りフリー素材です。え、てか待って。てか待って。おはははごめんなさい、これ以上は有料です。すごい時代になったね、マジで。 3D 配信ってすげえな。カルビは 3D はないの？無理なんだ。カルビ 3D やったらさ、モーションのやつつけてさ、こんなキャラクターがこんなになってる。カルビ脇締めて。ああ無理だよ、これが限界だよ。今はもう屋敷脇締められないよ。無理なんだな、個人税には。まあでもカルビは個人税ではないといけないからな。難しいところではあるね。今日も遅刻してるんだけど。個人税？ちょっとどうかわかんないからね。なんかしかもなんかブラーがかかっててエモくなってるくない？うん、じゃあいけるわカルビー。まだ作り出せてないもん。個人なの？わお！もうサマーウォーズの敵みたいな時代だな、時代だな。